拍手でお迎えください。
指導しないでパフォーマンスニットロザリオクロスです。はい、ひめこです。よろしくお願いします。はい、みめです。よろしくお願いします。はい、ももかです。よろしくお願いします。はい、リーダーの今井です。よろしくお願いします。はい、ゆわです。よろしくお願いします。はい、今日はマークイズ静岡月一定期公演歩いていこうボリューム40総集編にお集まりくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、2016年4月の29日にこのイベントがメインコートでスタートして、毎月少しずつ少しずつみんなで積み重ねてきたこの歩いていこうですが、今回で40回目となることができました。はい、ここまで来れたのは IKEA さんはじめミュージックのスタッフさん、そしてね、いつもここに来てくださるファンの皆さんのおかげだと思っています。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、久しぶりにこの歩いていこうに5人で戻ってこれて、すごくね、嬉しい気持ちでいっぱいでね、今日も2部は特にたくさんの方に来ていただけて、とっても気持ちがホカホカしているところなんですが、今日でこの歩いていこう、まあ、今年最後でもあるんですが、この今の5人で最後の歩いていこうとなります。はい、一部でもね、同じ話をさせていただいたんですが、もう本当に本当にこの歩いていこうで5人最後ということでね、まあ、気持ち、意気込みとかありますか、ももちゃんとひめちゃん。そうですね、私は4回か5回くらい休んじゃってて、それで復帰してからの最後なので、本当にもう十分本当に全力で今日はパフォーマンスしたいと思います。皆さん最後まで一緒によろしくお願いします。はい、そうです。あ、はい、私ですね。はい、そうですね、もう40回目ということで、まあ2年半くらい前に初めてここでやった時はこんなに長く続くって思わなかったし、今こんなにたくさんの人に集まってもらうってことも全然予想っていうか、何も、なんだろう、こんなことになってるなんて思ってなかったから、なんかこれから先の、なんかこれから先もきっとそうだろうなってすごい思います。何を言ってるのかな。はい、後でまたね、2人に感想聞こうと思うから、はい、その時に伝えたいことたっぷり伝えてもらって、はい、はい、ひめちゃんも思いがあったら温めて置いて、パフォーマンス中に。はい、はい、もう、はい、何何何、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、というわけで5人最後の歩いていこうとなりますので、ぜひ今日皆さん歩いていこうでこの5人を見るのは最後になりますので、私たち5人のパフォーマンス姿をぜひ頭に焼き付けて思いっきり楽しんで帰っていただきたいと思います。ちょっとしんみりしてしまいましたが、最後は思いっきり皆さんと一緒に楽しみたいです。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは前半はとてもかっこいい曲を2曲続けてお送りしましたが、次からはとてもはっちゃけた楽しい曲です。皆さん全力で声出して一緒に笑って盛り上げてください。それでは聴いてください。